ど私間違えてるとこ山さんありますかねええそこはもうあのよくわかりました今の状況とか物理的というか客観的な状況は変わらないと変わらない全然変わらないの障壁となるまあ憲法改正であるとかまその自衛隊法ですよねもうこれもう必要です全然問題ない問題ないですただもう一つの壁があるじゃないですか世論の壁とメディアの壁の壁ですよね あの反対する人たちはまあよく言われるそのお花畑と言われる平和をと唱えてれば平和が続くんだっていうことを言う人たちが多いんですけど私はそ,のそういう人たちと議論することが講演の場とかであるんですけど私そういう人たちに「そんなに戦争したいんですか?」っていうことを聞くんです。要するに向こうは あの私たち要するに現実論として戦争を防ごうとしている私たちのことを戦争をしたい人たちだっていうレッテルをよく貼るじゃないですか。えー、で私は憲法9条も変えずあのこの軍事にそのアンバランスさが生じた場合は戦争を呼び込んでしまうわけですよね。実際に あの100年の恥辱をこの晴らすためにその偉大なる中華民族の復興を果たすといってこれはもう宣言しているのと同じですからあの日本に対してこれはもう迫ってくる2013年からそういうふうに中国はもう変わってますからそういうところに対して手出しをさせないということが一番重要でそれで平和を守らなければいけないのにあの人たちはその憲法9条を信奉してまあ信者ですよね。 もう信仰の中にいる人たちが、ええ、その戦争が起こらないと思ってるんですけど、うん、私たちから見たらあなたたち戦争を呼び込んでるのでやめてくださいと、うん、そんなに戦争がしたいんですかっていうことをよく私は問いかけるんです、ええ、そうすると向こうびっくりするんですよ戦争しないために憲法九条なんですっていうことを言うから、ええ、いやその 憲法9条のおかげででで戦争を呼び込んでるんるすとその理由は今,今まで言ったような話をするわけですけど <laughs>、はい、もうポカンとしますよね、えー、だから私は戦争をしないためにそのこれをなんとか憲法9条も変えないといけないと思ってるんですけどこのお花畑の人はそういう風にしてまだ説得があの、まあ、する可能性はあるんですけどす問題は。えー 中国の工作に乗った人た人ちがいるわけです、うんはい、要するに中国の利益のために動く人たち、はい、要するに憲法9条に改正に反対する人というのはそのお花畑の人だけじゃなくて、うん、中国の利益のためにこの動く人与党の中では公明党、うん、そして自民党の中の親中派、はい、そして特定野党の人々、うん、実はそっちの勢力の方が大きいわけです。えー 二割ぐらいしかいないんじゃないですか。日本の、うん、あの要するに親中派じゃなくて、はい、あの本当に真に日本のために頑張ろうとしている人たちは二、うん、割から三割ぐらいじゃないですか。体感一割二割ぐらいのイメージですね。うん、あのね、<laughs> それをね、ええ、私はその一人一人結構撃破している方なので、ええ、あの指摘されると。 ああ知らず知らずにそうなってるけど、はい、俺は違うよってに気づく人がいるんですよ、うんうん、それ何かというと知らず知らずに俺が主張していることは確かに中国の利益のためになってるなっていうのに気づく人もいるんですよ、はい、だからそういう人たちはそのあのあ完全な親中派とは違いますので、はい、これいろんな利益をこう思ってなくて、はいえー、もうがんじがらめになってる人とは違う人が、はい 結構、あの、そういうその、おがんじわらめの人じゃない人って、結構いるんですよ。うんえー、だから、まだその辺で、私はあの、格好撃破を続けております。えーえー、<laughs> そのために、結構飲んでるわけですけど。えー、<laughs> 飲みながら、格好撃破をしているということ。はい、えー。な、えー、ので、まあ、そこが一番の障害になりますよね。うん、いわゆる、まあ、日本を弱くしたい、うん、弱いまま保っておきたい人たちが、うん。そうです。この中国の、うん、中国はそうしたいわけだから。えー そううするるともう一つ勢力があるわけ<う>それは反日亡国論の人たち要するに元過激派だった人たち、はい、まああの、まあ、山田さん若いからあれだけど私たちはその旧民革命論とか反日亡国論とか、うんうん、そういうその太田龍太田ドラゴンだけども、うん、そして大森勝久とかそういう理論家がその作ったその反日亡国論。うん お、囚民革命論とかそういうのがある、はい、わけなんだけど、その流れを組む、要するに日本は滅びた方がいいんだっていう勢力が結構いるわけですよ。はい、で、そのあの流れの中にその囚民革命論そして反日亡国論の流れを組むそのマスコミっていうのは結構多いんですよ。あのベトナム戦争ベヘーレンができた時に、まあいろんな あのそういう人たちがあのその中へ入り込んでいって、ええ、そのお反日運動をずっとやりましたからでそれっていまだに反日なんでこんな反日勢力ってすごいんだろうなんで韓国にわざわざ嘘まででっち上げて持っていってこういうふうにあの大きな問題にしていくんだろうって不思議に思うでしょ。ええ、そそれれ日本滅ぼしたいかかからららなんでですすよ前 もう70年代の時にには明らかになってるんですでその人たちがだんだん年は行ってきてるけど代、うん、を継いでいまだにいろんなまあ活発な運動を SNS を通じてやってますので、えー、そういう人たちもいる。だからお花畑中国の工作に乗ってる人たちそして反日暴国論のその過激派の人たちこれが混然となって。 そのきちんとした日本を守っていこうとする、うん、そういうこの動きを止めてるということなんです。いうことなんです。我々の戦ってる敵はそう考えるとすごく巨大なように見えますけど、うんはい、数,数的には少ないわね。えーえー、要するに SNS 例えばその前もここで言いましたけどその日本共産党が。 そのまだ32万人の、はい、党員がいる時だから2014年段階で、はいえー、SNS を始めようっていう指令を出して、はい、そこからあのトレンド作りですよね、はい、いつもトレンドになるのって左翼の主張することばっかりがトレンドになるっていうのはそのせいなんだけどこの SNS を利用してトレンドを作っていく大きく見せていくっていうのはそれやってるわけだけどあ,のあんまり。 数というのは選挙で勝てないじゃないですか彼らはだからあの選挙になった時に彼らがあの必ずしも勝つとはこのならないのは数は大したことがなくてもこ,のこういう影響力の,の SNS を通じてとかあるいはマスコミがそうだからマスコミのを通じてその論評とかそういうので大きく。 見えてますよね。今回のそのロシア・ウクライナ侵攻に関しても、これはまあ、まあ例えば五毛党とかね、そう中国進歩のまあこういうネット工作であるとかメディア工作っていうのは前々回言われてましたけど、こうロシア側の工作も派手派手なというすごいよね。私のところにも相当すごいですよ。あのそのリップという形だったり、いろんなところの意見っていう形で。 そのもうロシアの言うことが正しいんだっていうそのまあその陰謀論ですよねだからそれをまるまる信じ込む人がいますからちょっとびっくりしますよね一方的な現状変更でそれでももうその,そのジェノサイドが行われてるってあのねってそのもうあの監視委員会ができて8年間監視してですよそれで国連の人権高等弁務官事務所もあれして監視してて。 そこでジェノサイドが起こったらあのロシアは自分が安全保障この常任理事国なんだから、ええ、それ証拠を出して国連の前でパンとやればいいじゃないですか。うん、けどこの人権高等弁務官事務所にしてもこの監視委員会にしても何もないからそんなのは出てこないわけですよ。うん、でジェノサイドがあるからやるってじゃあ証拠出しなさいよっつっても出せないわけでしょ。ええ、けどそれを信じ込むんですよね日本の人たちは。うん びっくりしますよねあのアゾフ大隊の,、うん、あの2014年頃あの取られたのアゾフ大隊の,、うん、あのマンジのやりかってそれは日本にもいるしどこにでもいますよね、うん、そういうあの人たちのことをその彼らはあのナチスなんだとかってけどゼレンスキーさんユダヤ人だし <laughs> <laughs> ナチスってさ、うん、そういうふうな変な人はどこの国にもいるけど。うんええ だからといってジェノサイドってジェノサイドの,報告あの証拠を出してよってそういう常識が働かないんですよね、うん、陰謀論好きな人たち。ある意味こうでも常識が働かないっていうのをまあ研究した上でロシア側も中国側もそれをどうにか洗脳じゃないですけど、うんはい、やろうっていうまあ工作をずっとやってるわけじゃないですかです、ね、だからある意味今と同じようなことがもうその中国がまあ台湾にも、うん、中国がいからねもっとすごいですからね。 中国はもう台湾に対してすごいですよ。はい、で私の知り合いなんかでもそれにもう乗っちゃってる人いますからね。あ,<ー>あもうあの,あのハイブリッド戦はもうずっとやってますから、えー、それの宣伝工作がすごくて、えー、それで国民党支持の方に移って、はい、それでその民進党と対立してるまあ古くからのまあ友人もいますけど、うん、完全に乗ってる人も結構いますよ。な、うん、なかなか すごいですよしかもロシアはある意味日本ってある意味東側でさほど重要じゃないというか EU がやっぱり EU アメリカが本当の敵というかではねですけど中国はまさに真正面で日本が最大の敵なわけですから対日工作はそれはすごい一番金もかけてるでしょうし人員もかけてるでしょうね。だから あのあるその言論人文化人なんかはあの中国が主張したいことはその人の発言見ればわかりますよ後で必ず中国がそう言ってきますから<ー>要するに今フル動員あのフル稼働してるんですよ、はい、あのウイグルでやっぱりウイグル問題で追い詰められたの、はい、中国はそれで あの今回ロシアの問題でもその頑張ってるのは要するに西側の連帯の強さをだんだん見せつけられてきたので今フル稼働してるわけで,でこれまで勝ってきたあの言論人文化人たちを総動員してあのいろんなところで地上派で言わしたりなんとかってやっててまあだからある人の,その発言なんかを見てたらあもう完全に。 中国の言い分をあの先取りして言ってるっていうのは、うん、こうに言ってくれっていうことが言われてるわけですよね。うん、だからその要するに例えばあの中国にお土産を出さなければダメだ、うん、頭をし,しなければいけないってそれ分かりやすいんですよ。それは中国は台湾問題があるわけで、はい、そしてあの経済制裁されたら困るわけだからそれを封じるためにいろんなことを あのやってるわけですそれであのこのアメリカとの直接交渉に持ち込んだらあのいろんな要するに交渉もできなかったものから交渉ができるようになると意思疎通ができますから、うん、そうするとあのこちら側はそれはできないっていうことも含めてそのちょっと匂わすわけですよ。あの世界が 西側がそういうつもりならそのみんなでやるならばそこに協力してもいい的なことを言ってそれで情報を引き出すっていうやり方をするわけですよそうするとそれのはるか前から頭を下げなければ動かないだろうとか条件を出してどうこうっていうのはう後で実現してくるわけああ中国はやっぱりそういうふうに言わせてたんだなっていうのがよくわかります。 そこでもし、まあ、中国とアメリカが近づいてっったら、まあ、取り残されるじゃないですか一番割を食うのはけね。だからまあ今のアメリカの政権っていうのは,、ね、それはウクライナの天然資源の会社そしてえロシアの会社そして中国、うん、全てあの息子がその企業の取締役になったりとか、ね、そういうふうにして、まあ、あの利権をあさってる人が 「いますので」ええ、いますのでがじゃなくてトップがそれですからだからそういう中で日本がいつ取り残されるかわからないということでね、ええ、これは私たちは常にのの目をこの忘れてはただまあ常識的な、まあ、日本人はその、まあたり分かっていてほしいと言いますかね。 ザ・プライムですか、うん、この安倍さんがその提言された翌週に高市さん登場されて、うん、そこでアンケートがあったんで核、ねね、シェアリングゲームについて「あなたはと」と認められるが76%だった76、うん、これ意外にって言っちゃあれですけど、うん、高いなと思ったんですよ。 あのー、40歳以下そして30歳以下に、ええ、まあその接触するために聞いてるんですけど、はい、圧倒的に議論すすべきですよ、ええ、だから議論しないっていうのは段階の世代以上だと思いますよ、うんまあ、私たちの世代も結構そうだと思うんですけど、ええ、あの若い人たちはどんどんその自分たちの命そして子山子の自分たちがこれから家庭を作ってそして その子や孫ができるようなその現実的な若者はそれは議論してほしいですよ命に関わる話だから安全保障ですから。で議論したら今のように「戦争したいんですね」と川田さんが聞き伏せてくれるわけですねななんんんででそ戦争したいすかって私講演の時も壇上から聞きますからいきなり。ななんんでそに あの戦争はしたいんですかって要するに質問があるでしょ壇上から聞きますよなんでそこまで戦争したいんですか軍事のアンバランスが出たら戦争になるじゃないですかって今回だってわかるでしょっていうことをああのの壇上かから聞せていただきますけど地方とか公園回れて広島にもそうなんで広島でこの核シェアリングの話をしたらあの。 ほぼ全員全員というかもう皆さんどうですかって言ったらみんな賛成してくれた、うん、2300人、えー、あの全員賛成してくれましたもちろん一番多分核アレルギーみたいなものが強いだから私その時に話したのは広島の皆さんはその核のこの悲劇が二度と起こってはいけませんよねと。で この広島長崎に次ぐ3番目の被爆都市が日本に生まれてはいけませんよねこれは皆さん納得してくれますよねとでその3番目4番目にまた東京か大阪かまた広島かもしれないしそんなことはあってはならないというこれは前提ですよねとそしたらとあの今のままだと日本はどうなりますか でこれまで話した話をこうやっていったらほら核武装はダメだって思ってるけど私も核武装反対ですから核武装は皆さん駄目ですよねってそしてその先ほどの,そのドイツの話だけど運搬も自分がやるこれも駄目ですよねと国土に置くというのも駄目ですよねと私もダメですと認められませんとしかしということでこの話をしたら全員納得してくれましたよ。 そうですよねだから話を議論すれば勝機があるというかこちらがまあ圧勝できると思うんですけどね結局はだから広島選挙区の岸田総理次第ですがまず岸田さんちょっと私と対談やりましょう。岸岸田田ささんん私はまず説得ですよのの非核三原則 この持ち込ませずというそのこれをそ,のそれと違うということを分かっていながら、うん、その私は広島だからあのこれはあの議論するのはどうかっていうのは、うん、それはおかしいです私実際広島に行って講演してきたんだから、えー、広島の人たちはみんな私の方に賛成してくれたので、うん、あの広島のことも前提にしながら岸田さん、はい、あ議論しましょう。うん よろしくお願いします。公開討論申し込んでみます。お願いしますとうことで。岸田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも。